はい、ゲロッチョンです。あ、ということで今回の動画はですね、あの釣りに使う薪への餌ね、薪への餌をあの釣り具店で購入すれば高いので、今回は自家製で作っていきたいと思います。ということでね、今回ねゲロッチョンの普段使用している薪絵、自家製の薪絵の作り方を紹介したいと思います。そしてね、ゲロッチョンのね、自家製の薪絵は何種類かあるんですけども、今回はその一種類を、動画上げていきたいと思います。ということでね、用意するのはこちら。はい、こちらです。じゃんじゃーん。こちらはなんと日清の美味しいパン粉。日清の美味しいパン粉ですね。要はパン粉をね、ゲロッチョン今回は購入してきました。こちら箱なんですけども、120g が10個入っております。120g が10個入って、おいくらだったでしょう？賞味期限がね、購入した当日まででした。だからね、賞味期限がもうね、その日だけだったんで、激安で売っておりました。ということで、おいくら？はい、ということでね、値段の方は、この一箱、120g が10個入って、税抜き100円。要は税込みで108円ですね。要は108円で今回はこれね、購入してきました。ということで、このパン粉をね、使ってもう簡単にね、薪絵の餌を作っていきます。ではまずね、開けていきます。でん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 。よいしょ。では。はい、ではね、開けていこう。てん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 。これね、10個入ってるんですが、どういうのをね、パン粉が10個入ってるかというと、日清さんのこれ、じゃーん、引き出しましょう。バン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 と。はい。こういうパン粉ですね。こういうパン粉。見えますか？こんなパン粉。ね、こんなパン粉がね、10袋入っております。今回は、この1袋をまず使いましょうか。1袋使います。あと、9個を置いときましょう。はい、ということで、今回こちらのね、パン粉、おいね、日清の美味しいパン粉さんをね、使用します。ということで、これ1個で10円。1個10円ね。ということで、やっていくんですけども、用意するのが、はい。はい、こちら。100均などで売っているタッパ。ね、密封のタッパが一番いいと思います。今後今からやるのにはね。はい、密封のタッパね、ちょっとね、先ほど、100均で買ってきたので、今、洗ったばっかりです。ということで、こちらを使っていきます。で、何をまずするか。はい、こちらのね、パン粉。パン粉ね、簡単です。もう切っちゃって。はい。パン粉。パン粉の匂いしますね。パンのに。はい、これをね、これを入れます。じゃん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 。これ全部いけるかな？ギリギリか、ちょうどか。ちょうどいけそう。うおーおおこぼれたか。よいしょ。おいおいおい。はい、いけそうやね。はい、こんな感じだよ、こんな感じ。よいしょ。はい、こんな感じのパン粉。よいしょ、こっちを、はい、取って。はい、こんな感じのパン粉ですね。しっとりしてます。ちょっとね、しっとりしたパン粉ですね。はい、こちらのパン粉ね、ちょっとほぐして、ほぐして、ほぐします。固まってるんでね、ほぐします。ほぐし終えたらね、次は何をするかと言いますと、はい、こちらです、こちら。おろしニンニク。おろしニンニク。ね、今回はこちらをおろしニンニクを開けまして。よいしょ。おーニンニクすげえ。俺ゲロッチョニンニク好きやかたまらん。はい、ということで今回このね、おろしニンニクは先ほどのこのパン粉に入れるだけです。まずパン粉入れます。じゃ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 って適当に。ね。はい、こんなもんです。適当にこういう感じで入れときます。はい、今ね、こういう感じでパン粉にね、おろしニンニク入れました。そしたら次はですね、こちら。水をね、足します。水を軽く。じゃあ、適当に、じゃあ、湿らすぐらいで。湿らすくうかね。ちょっと入れていただいたら。よいしょ。ねりねりね、できる感じの水分を補給してください。もうちょっとですね。まだちょっと水入れますね。はい。まあ、すげえよ、ニンニク。たまりませんね。ニンニクの好きな人にはすごくたまりません。すごいニンニク効いてる。これね、こうやってね、ねりねりしていきますね。もうだいたいこんな感じでいいです。ちょっと水分が多いめの方がいいと思います。
これね、作ってもね、すぐにね、使用しません。これね、すぐには使用しませんよ。はい、練り練りとね、やっていきますね。こうやってね、練り練りとやって、水とパン粉と、そしておろしニンニクを混ぜてください。はい、こんな感じでね、混ぜ終えましたらね、もう、はい、蓋をするだけです。蓋をします。蓋をして、しばらくね、1週間ほど寝かしておいてください。1週間ほど寝かすと、この先ほど入れたニンニクが、このパン粉にすごく染み込んで、匂いがね、パン粉にね、くっつきます。だからね、このまま今すぐ使うと、おろしニンニクとパン粉がね、海の中で、水の中でね、散らばってしまうので、離れてしまうので、離れないために、この1週間ほどこのまま寝かして、パン粉の中にね、ニンニク、おろしニンニクを押し込むという感じで、しときたいと思います。ということでね、もうゲロッチョのね、一つ目のこの、巻き絵。巻き絵の餌はね、こんな感じで作っております。ということでね、こういう感じでね、パン粉。今回ね、安かったので、パン粉をね、購入してきたんですけども、まあ、安売りの時、もうね、賞味期限が過ぎたやつでも構いません。人間が食べるものじゃないので、釣りの餌として使うので、もう賞味期限がですね、1年、2年、3年ね、過ぎたやつでも大丈夫です。ということで、そういうパン粉をね、使用させていただきます。そしてね、生ニンニクを、おろしニンニクを入れて、そして水とでね、ガーッと今混ぜて、これを1週間寝かすだけです。そしてね、寝かして、あとはね、釣りに行きたい時にこれを持っていけばいいだけのことです。ということで、ゲロチョね、何種類かね、巻き絵のね、自家製の巻き絵のやつを持ってるんですけども、今回はこの一つ目のね、簡単なね、ほんまに簡単な巻き絵の作り方を紹介させていただきました。そしてこれね、今ね、作らせていただいたんですけども、これのくらい効果あるかないかね、またね、海に、釣りに行った時にね、これ使用するところまた動画撮っていくので、その動画を見ていただければ、またね、釣れるか釣れないかというのがね、よくわかるんじゃないかなと思います。ということで、今回はこういう感じで、パン粉を使った巻き絵を作らせていただきました。ということでね、いろいろなゲロチョね、いろいろな動画も上げていってるんですけども、またね、つまらない動画ばっかりかもわかりません。まあ、つまらない動画ばっかりです。もうほとんどの動画が 99% がつまんないっていう動画なんですけども、その動画の中でもね、これだけは見てあげようっていう感じのような、こんな動画があれば見ていただければありがたいと思っております。ということでね、皆さんのね、健康と、そして世界の平和を願って、今後もどうぞよろしくお願いします。じゃあね、またね、これね、また釣りでね、釣り結果見ていただければ嬉しいと思います。じゃあね、バイバーイ。